行きました。シーメンは日本でいう原宿とか渋谷みたいな感じの街なんだけど、もう今日は日曜日なんだけど、ものすごい人が多い。にぎわってますね。すごい若い子が多いかな。本当にとても活気のある街ですね。渋谷のセンター街とかみたいな感じ。センター街よりお店はもっと原宿とかに近い感じかもしれないな。いろんな国の人が遊びに来てる感じがする。ここがちょうど賑やかなところの中心かな。ユニクロもあるな。フリースタイルで歌ってるんだけど、この横の男の子たちは何もせずに待たされてるみたいな、この感じシュールで面白いな。賑やかだね。今シーメンのどこに向かってるかちょっとよく分かっていないんだけども、とりあえずこの辺りをフラフラしてみようと思います。洋服屋さんとかアクセサリーショップとかそういうのが多いかな。すごい、なんか交差点を丸々使ってパフォーマンスしてお客さん集めてる人がいる。すごいなこの人。めっちゃ暑いんだけど、めっちゃ暑い中でめっちゃ暑いのを食べてみようかなと思ってます。トロトロのこういうだしスープとそうめんみたいな感じ、上にたっぷりのパクチーと、あとここにねニンニクをどっさり入れてくれてます。この辺全部ニンニクで、もつとこれが牡蠣、多分片栗粉をまぶして茹でてるみたいな感じかな。すごい見た感じプルプルしてる。暑い中でこの暑いミエンシェン食べてみようと思います。いただきます。うん、カツオだしみたいな出汁がすごい効いてる。美味しいな。あんまり味は濃すぎなくて、これ今小さいお椀の方を頼んだんだけど、これぐらいだったらもうね、結構今日もいろいろ食べてるけど、これでもさらっといけちゃいそうな気がする。あ、美味しい。ニンニク効いてるな。
はい、もついただきます。うん、もつ柔らかいし、美味しい。味すごいしっかりしてんな。このミンシェのもつすごい美味しいぞ。あー、これは美味しいな。これあれですね、お酒飲まないけど飲む人は飲んだ帰りとか朝とか絶対これうまいと思うわ。カキもいってみます。プリプリ。うん、カキもいい出汁出てる。生ガキは僕はダメなんだけどね、これ茹でてあるやつは多分大丈夫です。もっとすげえ気に入った。結構入ってる、ゴロゴロとね。これが総合ってやつで両方入ってるもの で、これが牡蠣だけのやつとかもつだけのやつもあるらしい。せっかくなんでね、両方試してみました。辛いやつ入れてみよう。味噌みたいな感じなんだね。味変してみよう。結構辛いな。これぐらいでいいね。あんまり入れすぎると辛すぎるかも。あ、美味しい。唐辛子系の辛いやつね。暑い。これも暑いし、気温も暑いけど美味しい。これ正解だな。暑い。暑い。うまい。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。